ドドナルド松山の FP 技能士講座、えー、ワンポイント講座、えー、今回はですね個人向け国債っていうところに入っていきたいと思います、えー、何も財務省の,あの宣伝をしているわけではありません実際に FP 講座の方ではですね個人向け国債っていうのを学びますのでちょっとそれのまあ触りみたいなねお話をしていこうかなと思います、えー、実を言うと国債国が発行する債券でいくつかの種類があります まあ長期国債、中期国債またはまあ短期国債とか超長期とかですねいろんな国債の種類があるんですけれど個人向け国債というのはですねまああのまあ財務省の立場から言っちゃいますと国債をまあえ国民の方もっと買ってよとまあ買いやすくするから買ってよということでえ買い付けの単位を1万円単位としてだから最低1万円から買いますよとこれで買いやすくしましたよと。 従来は5万円でした額面5万円から、えーまあ、最低が5万円からしか買えませんでしたよというのを1万円で買えるようにしましたよということですこれがポイントの1つです2つ目のポイント中途換金した場合当然国債というのは債券なんで満期がありますただ満期前までに債券を、まあ、例えば転売場と売,売却した場合にはですねその時の時価によって その時の時価で売却することになるので、実を言うと、ええー、まあ、いわゆる額面よりも少ない金額で売却されてしまう。まあ、根崩れしちゃうなんていうことも、えー、可能性としてあります。ね。なので、その部分、いわゆる元本までしないようにするために、中途換金した場合でも、手数料を支払うことで額面金額で換金できますよと。例えば、1万円で買いました。で、まあ、 本当は10年満期なんだけれど、えー、5年目で売却しましたよと換金しましたよといった場合にはですね,ね、えー、本来でしたらその5年目のところの時価で売却するところを、まあ、額面1万円だったら1万円で必ずお返ししますよとただし手数料を払ってねじゃあ手数料はどういったことかっていうと直近2回分の利息。 過去2回、えー、過去利息何回か受け取ってる中の直前で受け取った利息の2回分を手数料としていただきますよと,、ね、ということは元本までしませんよねそういうことですまあ税引き後っていうキーワードも一つちょっとあの個人向け国際学ばれる方は押さえておいてくださいね、えー、ということになります。 そこをちょっと中途換気にしても元本割れしないよ手数料払えば元本割れしないよと1万円から買えますよということになっております年4回発行しております10年と5年と3年の3種類あります10年と5年に関しては年4回それと3年ものに関しては毎月発行してます10年5年3年っていうのは満期までの期間だと思ってくださいあと括弧の中に変動とか固定とかって書いてますこれは利息が えー、毎,毎回受け取る利息が変わるのか変わらないのか近いです10年だけが変動です毎回毎回変わります実際に10年物で普通に発行している国債の利回りを基準に、まあえー、まあ10年物の,の国債の利回りが今こうなんで利息はこのようになりますよというふうな形になります5年もっと3年は工程で変えてますのでその買った時の まあ金利といいますか毎回の支払利息はこんだけですよというのがもう毎回5年だったら10回ですね3年だったら6回分がこの金額で払われますよともう金額は決まっ利息の金額が決まってますよというのが固定ですよという形になりますまあえ変動10年のほのその毎回の支払われる利息のえ計算方法なんですけど利え長期国債の利回りにかける0.66ですよと、ね。 いう形になっております。まあ、最低利率が0.0。5%になっているって言うところ、こいつもちょっと一つ押さえておいていただければいいかなと思いますえー。詳しいお話はですね。ドナルド松山の fp 技能士講座の方で個人目交際のことですね。お話しさせていただきたいと思います。あの試験問題でも結構出てくるんですよね。そうなんです。結構出てきたりするので、えー、まあ,あのしっかり押さえておいていただきたいなと思います。 はい、fp を学ぶ意義について、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。自らお金を動かす時代になってきているのかなと思います。ということで、お金に振り回せないため、振り回されないために、まあ、金利の話とか、単利と複利とか、そういった金融についての基礎的な知識を学んでいきましょうね。っていうのが一つです。まあ、ライフプランを立てるね。例えば5年後に家を買いたいですよ。と、じゃあどういった？ローンを組んでいこうか？または。 えー、その5年間でどのようにして頭金を貯めていこうかなんていうところですねこういったところをまあ学んでいきましょうね。まあ、えー、それ以外に例えば老後はせか、えー、老後 えどのよううに過ごそうか海外移住したいねじゃあ海外移住するために今何しなければならないかっていうところでライフプ負ンを立てていきましょうねなんていうのがあります。情報リテ,リテラシーを高めるなんてちょっとかっこいい言葉使いましたけれど他人の言いなりにならないために例えば商品勧誘に来ましたよとじゃあその人がいいことしか言わないまあ大体のケースはいいことしか言いませんよね,ねこういうデメリットがありますよなんてなかなか言ってくれません。あのー メリットがあるっていうことはその裏返しで何らかのデメリットがあると思います。この部分我慢してねなんていうふうな商品案内してくれる方もおられるかもしれませんけど、ねあのー、メリットがあるということはデメリットがあるよということで他人の言いなりにならないためにこうい,いろんな質問をしていくことじゃあリスクは何ですか カントリーリスクはどうですかとかですね、この商品リスクどうですかとかですね、そんなところを何を聞けばいいか、そういったところを学んでいきましょうね。これがまあ FP を学ぶ意義なんじゃないかなと思います。えー、こんな時代だからこそ FP を学んでいただきたいなと思います。今回は個人向け国債の案内でした。お疲れ様でした。